どうも、体どう楽、セコンチンキヨシアの代表高野教ヨです。えー、番外編として話をさせてもらってますう流れなんですけれども、お全身をね、使った方がいいよって言われるのはなぜかみたいなところで、まあそれは損がなくなって得をするからですよと。でだから得してくださいねっていうことで全身を使う方がいいよということをお話しして、で、えー、その全身を使うのも、 まあ、か各関節のルール、動かすルールがあるので、それを伴っていくと全身動かすためのメリットだとか、あの、大切さがわかるんじゃないかなというところで話をしてきました。で、ここでですね、えー、じゃあ、ルールはわかったよ。例えば、右手を前に伸ばすのに、こうやって腕、左腕は引いた方が前に出しやすいんですよね、とか、手のひら、えー、下の方が内側に入れやすいんですよね。逆に、 手のひら上で内側やりづらいんですよねとか、こういうルールがありますよねって言いましたけれども、じゃあこういう時どうなんっていうのも出てくるんじゃないかなと思うので、ちょっと例を出して話をしていきたいなと思います。例えばバレーボールです。この間まで世界バレーやってましたけれども、例えばですよ、えっと、レフトのスパイカーがですね、入ってきてジャンプして、クロスの、あ、ストレート方向に打つのかなと思ったらクロスでバーって、こうひねって、 行くとこっち側に振る。本来、こっちのがやりやすいはずなのに、こっちで振るってことあるよね。で、その時の手がですね、こう引くんだったら分かるけど、こう引くんだったら分かるけど、ここに残ってる場合があるよねとか、そういう場合も出てくるんじゃないかなと思います。結構、スロー再生もありますからね、そういうのが気になる人もいるんじゃないかなと思います。まあ、これはですね、やっぱり競技特性ですよね。あの、ルールが分かるから、 あのこのカードの向きでこの振りかぶり方だとこっち打ってきそうっていうのは分かるだからそれが読まれた場合逆つきますよっていうふうにインナークロスを狙うとかということを考えてくるわけですねなのでカードの向きを、えーま、おとりにしてこうこう技術を使っているってことになるんです、まあ、つまり間接的には結構負担かける動きだっていうのは間違いないですよだけど ああいう一流選手は、インナーマッスルだとか、体がきし,っきりしっかりと使えるっていうことが前提としてあるので、なんとかできる。技術的に高いからできる。ということも出てくるわけですね。なので、あの、ルールは破ってるけど、それが可能なトレーニングをしているということが前提としてあるのかなと思います。すごくう,うまかったですよね。すごかったなと思います。で、さらにですね、えっ、ー、と、 こうで手が残ってる場合、本来、こう引いて、引いて打った方がいいだろうっていう動きなんですけど、でも、こうやって残してる場合がありますよねって。残るところは何でかって言ったら、まあさっきの言ったところで、ひねるときにバランスを取るためにこの手を使っているということになります。でも、意外と、ルール通りにやってる場合もあるんです。ルール通りにやってる場合があるというか、 ルールに一応乗っ取りながらバランスをとってるんですよね。僕から見るとそうです。で、その中でやってたのは肩のルールですね。えっ、ー、と、内側に入れる、外に開くっていうところで、えーつえー、手のひらを下向き、むしろこう内側に回すようにして行った方が中にやりやすい。外に開くと、まあ、上に向きにこう開いていくと、外に開きやすいんですけど、実はですね、これ、 曲げても曲げていくっていう動きに関わってくるんですね。前に行くときはですね、また投げるときに手のひらをこう内側に入れながらカードも回って肘に伸びてきてて肩が中入ってくるみたいなこの動き。この逆ですね、こう親指にこう引っ掛けるような感じ。が今度小指に引っ掛ける何か引っ掛けて引っ張るみたいな感じでカードを開きつつ肩を開きつつ肘曲げつつ 手をこう返しつつですね外に返しつつこうやって引っ張る動きがいわゆるるパターンとしてあるんですあの専門用語で言うと屈曲パ進展パターン屈曲パターンというのがあるんですけど、まあ、それを使うというわけですねこういう動きこういう動きを考えると打つ時にここで 止めようとするときに、キュッてこの形、この形を引いてはいないけど、この位置で止めようという形で残してるんですね。なので、僕はあれはルールに一応乗っ取ってるなと。その上で体を安定するための腕を使ってなっていうふうに見えてるんですよね。これすんごいマニアックな話なんですけど、ここはもうカットしても変わらない、カットしてもいいのかなと思いますけど、そういうことをやってます。はい。なので、あの、ルールとはいかないけど、そういうところを考えていくと。 いいいのかなと思います結構いろんなルールが無視されてるようでいてしっかりとやってる、まあ、特にバレーボールは空中姿勢を保つなおかつ崩しながら保つみたいなことも必要なのでその中ですごい瞬,瞬間の中で、えー、めちゃめちゃ動いてるっていうことが出てくるわけですねなのであれはルール違反ではなく関節としてはルールがちょっと覆されてて 負担をかけてるんだけど、それを守るべき筋力が出てるってことと、あと、その補えるだけの体を身のこなし、こういうところでカバーするとかっていうことをやってるんですね。だから、全部が全部打つときにこうやって前に出すのは、まあ、いいわけじゃないですよ。打つときにこうやって打ってる場合もありますよね、体重かけて。なので、まあ、その、体をしっかり支えていけるような動かし方をやってるんだよということになります。 まあルールはありながらも崩しながらもできるとかすごいなとかっていうのがやっぱり一流選手を見てての思うところでもきっちりできてるからあの今回ヤクルトの村上様がめっちゃあ逆だった左だったんですね左バッターですけど打ちまくったじゃないですかああいうスイングを見るとやっぱりリニカンだってちゃんと触れてるんだなとかバランスよく触れてるんだなっていうことが多分見ればわかる。 という人はわかるということになりますよね。なので、えー、そういうふうに考えてもらえるかなと思います。はい。ルール、無用のようでいて、ルールはちゃんと乗っ取られてるかなとで。技術的なところですね。競技特性が入ってるよということでした。はい。というわけで以上です。はい。質問や感想などありましたら、コメント欄に残していただけると嬉しいです。えー、この動画が少しでも参考になったということであれば、 高評価とか、いいねしていただけると嬉しいです、えー。チャンネル登録も引き続きしていただけると嬉しいです。それでは、また。